平気海古井駅は愛知県安城市古井町大久保にある名古屋鉄道西洋線の駅である。駅番号は g n 零三。原則として普通列車のみ停車するが平日の朝に名古屋方面行き急行の特別停車が一本のみ設定されている。駅近傍を東海道新幹線が交差することから新幹線新駅設置計画の際に候補地の一つに上がったが 広い用地の確保が難しく、かつ国鉄が他社線によるアクセスに難色を示したため、結局、現在の三河安城駅がある、日本儀地区に決まった。西洋線には、壁海古井駅のほか、壁海堀内駅、壁海桜井駅と、頭に、壁海のつく駅が、壁海電気鉄道として開通した区間に3駅、あったが2008年6月29日のダイヤ改正で、 南桜井駅が開業すると、壁海堀内駅は、堀内公園駅に、壁海桜井駅は、桜井駅に改称された。しかし、壁海古井駅は変更されず、そのまま残っている。4両編成対応の短式一面一線のホームを持つ地上駅で、駅集中管理システム導入の無人駅。ホーム上には、待合所があったが、改築され、2008年から、 自動改札機と自動券売機が設置されている。安城の統計、移動等円滑化取組報告書によると、近年の1日平均乗降人員は、下評の通りである。ありがとうございます。